今日は見せるだけですが、これは多分名前は聞いたことあると思います。 K コンピューターというのが神戸にあって、そのコンピューターで、中性子星という天体がぶつかるものをシミュレーションして、多分今のところ世界で一番解像度がいい計算だと思います。でこれムービー描いてるのは別に絵を描いてるわけ、別に思いつきで描いてるわけじゃなくて、これは全部微分方程式を解いて出てくるものが、物理的な T の微分方程式を解いて出てくるものがこうなっているというものです。で今日の話をどんどん突き詰めていくと、このシミュレーションに至るんですが、ちょっと遠すぎるので今日はもうちょっと簡単なところだけ絞ります。今日のタイトル、物理における微分方程式と数値計算で、そうか、自己紹介、僕は、理化学研究所の ITES という研究グループの名前、スキュートコ幸太郎と言います。で、ITES というのは、日本語で言うと理論科学連携研究推進グループの下で、そうか、スライドはコンパスに置いてあるので、見にくかったら見てください。で、このグループは理論科学と言っていることから分かる通り、別にどの分野ということを限らずに理論的に科学を研究している人がたくさん集まっています。例えば僕は、こういう宇宙の物理とか、あるいは理論物理を研究して普段していますが、同じ部屋には例えば素粒子理論、いわゆる超規模理論を研究している人がいたり、原子核のことを研究している人がいたり、同じグループにはデバイス、物性物理を研究している人や生物のことを研究している人が幅広くいます。で最近は産学連携もやっていて、これちょっと宣伝ですが、先週は人工知能のワークショップをやって、あれは多分ドワンゴかなんかとちょっと話をしてたんだと思いますが、でそれこそ機械学習とかディープラーニングとか、この辺の方が詳しそうな話を聞くということもやってました。でヤフーの方もよろしかったら何か連携しましょうという宣伝をしてこいと言われました。で今日は、そういう分野連携をやってるグループということで、この研究会、勉強会か、プログラマーのための数学勉強会ということで、僕は別にプログラマーでも数学者でも、狭い意味ではないですが、物理学者、物理屋というのは、いろんな使えるものを全部使っていこうというので、プログラマーも兼ねているし、数学者も兼ねているという点から、分野連携的に、この物理における微分方程式の話をしたいと思います。で、数値計算の話は、もしかしたら少しするかもしれませんが、ちょっと主催者と話をして、テーマを微分方程式の方に絞ったので、もしかしたらそこまではちゃんといかないかもしれません。それは状況次第で、で、これから本題です。で、今日の予定として、常微分方程式に注目します。常微分方程式というのは説明します。で、常微分方程式というのが物理でいかに重要で、どんなものなのかということをまず説明します。で次に常微分方程式、物理の問題を通じていくつか簡単なものを解いてみます。で、ここで他の数学がどう微分方程式と関係しているかということを説明します。で、そこで終わりたら幸せなんですけど、そういかないので常微分方程式を数値的に解かなきゃいけない場合もありますよという話をして、これがプログラムに関係しているんですが、多分今日の話だけだとそんなにプログラマーに関係してないので、ここはお話程度に。で、違う分野の勉強会とか研究会に行くと、なんていうか、慣習や文化が分からなかったりするんですが、僕の分野では講演の途中でいくらでも質問を飛ばしていいルールになっているので、なんか聞きたいこととか気になったことがあったらいつでも止めてください。一応最後に質疑の時間を取ろうと思ってますが、もうそれは質問が途中で出るか次第ではあります。で最初に常微分方程式というのがどういうものかというのをまず大乗段に説明してから例に入ります。で常微分方程式というのは、ここで出したような変数 x というのが変数、あるいはこの場合は未知関数、求めたいものという意味で未知関数と言います。で t というのは変数だけど、これは独立した変数という意味、未知関数じゃなくて独立したこれがあるんですよという意味で独立変数とよく呼びます。で x の、右下に i というのがついているのは、別に xyz みたいにいっぱいあってもいいですよという意味ですが、この場合あってもいいのは、未知関数で、括弧の中に入っている独立変数は1個じゃないと常微分方程式と呼びません。で括弧の中に入っている独立変数が t、例えば txyz みたいになっていくところの変微分方程式といってもっと難しくなるんですが、今日はそこまではやらないつもりです。でとにかくこの関数 x of t というのが t の関数としての x が、何か微分、これは d の n 回微分という意味で d の n 乗 xi dt n 乗みたいな主張が入っていますが、この微分関数そのものでは x そのものではなくて、微分が何か関数として関数とイコールですよというときに、この方程式を常微分方程式と呼びます。でなんでこんなことを考えるかというと、こういう式は物事の連続的な変化を表すのに適しています。例えば物理でこれから出す例で考えるのは、この独立変数 t というのが時間 t、タイムの t ですね。で xi でこれが x でも xyz でもですが、例えば物の空間的な位置ということがよく出てきます。だから例えばここに僕が持っているボールが時間の関数としてどう動いていくかということを知りたいときに、これはもちろん僕は手で動かしているんであまり簡単じゃないですがこの微分方程式を立てて求めるということをやるのが物理の一つの大きなモチベーションです。で一応微分の復習を入れた方がいいかもしれないです。はい、ちょっと取って申し訳ないですけど、今回常微分方程式はその右辺の F の中に時間微分が入っているようなものは考えないという、いや入ってもいいですね。
で、ここで書かなかったのは意味があるといえばあるんですが、この段階では確かに良くなかった。あとで、まあ、右辺に微分があってもいいですよという話をしますが、とりあえずここではこの標式でやらせてください。微分が入っててもいいです。で、微分そのものの復習が必要かどうかっていうのが、僕は微分分からないという方いますか。分からなくても簡単に大体説明しますが、微分あるいは、y、この場合は、x の関数として y を持ってきて、その同関数 dy dx というものを説明しています。で、この右に書いてある赤い線で書いたのが高校でやる二次関数として y が2分の x 次乗というものを書いています。で、見れば分かりますが、こういうものは、こういうものはどこを見ても、直線にはなっていないと。これは二次関数だから当然なんですが、でもどこに対しても接線という、まあ、そこでどっか一点で接する線を引くことができると。で、その傾きが同関数だと思ってもらっていいです。で、傾きというのは、とにもなおさず関数の変化率を表しているので、つまり微分あるいは同関数というのは関数の変化率を表しています。で、この場合だったら、x が0のときはこの赤い二次関数の傾きが0なので同関数0で、ここ x が4のときは傾きが4なので、同関数も48の時は8なので8で、これ同関数はまあ微分のルールを知っている人はすぐ出せると思いますが、同関数 dy dx は x ということになっています。これは使えます。ちょっと待ってください。これなんか調子が悪いかもしれない。調子が悪い。やめよう。はい。で、微分方程式をここで出しましたが、まず例がないと分かりにくいと思うので、一番分かりやすい例として持ってきたのが、力学でやるニュートンの運動方程式というものです。で、運動方程式というのは多分名前ぐらいは聞いたことあるんじゃないかと期待していますが、多分微分の形でやるっていうのは多分高校ではやらないんですね。本当は高校でも気の利いたところではやるでしょうが、多分こういうのは大学じゃないとあんまり使わない。で、この式が言っているのは質量 m、 何か重さ m のって、このボールの重さが m だと思ってください。で、その位置 x はこういうことですね、がどこにあるかというのを、その変化を表す式がこの運動方程式です。で、これ m に d 次乗 xdt 次乗、次乗というのはあんまり良くないんだけど、それはx の変化率の変化率が何か右辺にある力で表されるということを表しています。で、ここで右辺で x と v と出てきて、 v っていうのは本当は x の微分なので、この段階でまあ実は右辺に x の微分が出てきてもいいということを言ってます。で、この時に頭にあるのは、上にあるのは2回微分の式だからちょっとややこしいので、1回微分の式で書き直すということもできると。というのは速度というの、右側に書いてあるし、 dxdt が v という、 v は速度なんですが、これは定理は位置が時間に応じてどう変化するかということが定理そのものなので、だから実はこの右側の式は力学とは別に関係がなくて、これはただ単に速度を定理している式だと思っていいんですが、それも独立した変数だから、最初に出したやつで言うと、これは XT の2回微分だから N が2の時を考えているんですが、そうじゃなくて N を1にして変数を増やすということもできる。これは割と便利な性質です。で、その時に DXDT が V というのはさっき言った速度の定義で、その左側 M かける DVDT が F 力というのは、これは速度の変化率に質量をかけたものが力とイコールですよということに言っていて、これがニュートンの運動方程式です。で、これを使って力が加わった時にものはどう運動するかということを表して、これは非常に成功している理論です。まあ、それは別に皆さん知ってるかもしれないですね、高校でもやって。で、こういう微分方程式があるときに物理として何をしたいかっていうのは、まあ、たくさんあるんですが、まあ、やっぱり一個簡単なモチベーションとしては、この変化率だけじゃなくて位置がどこにあるのかを知ることができると便利だねというのがあるので、この微分方程式を解きたいと言います。で、微分というのは、その弱演算が積分というのは、まあ、多分よく知られていることなので、微分方程式を解くというときは、この力を積分していくことで微分方程式を解いて位置 x を求めることができます。で、他に一応これ紹介だけですが、微分方程式があるときに本当は解けばいいというわけじゃなくて、まあ、本当に解けるのか、まあ、解が存在するのかみたいなことは数学的には非常に重要だし、また次に処置問題というのは複雑で、解が本当に1個、何かここから手を離したときに解が本当に1個に定まってくれるのかとか、あるいはこことここでちょっと動かしたときに、これ落ちていく先もあんまり変わらないのか、落ちていく先がものすごく違うのかということは、これは非常に重要です。これは例えばカオスとか呼ばれる分野です。で、いろいろこの辺は数学的にも物理的にも重要なんですが、今日はあまりそういうことには触れないで、とりあえず解いてみようということを考えます。はい。で、一番簡単な例として等速直線運動というのがあります。これは力がかかっていないものの運動です。例えば、ここにボールを置いて、これは転がらない、見えなくてもいいんですが、これも等速直線運動の一種だし、あるいはこれを横に転がして、これだと摩擦で止まっちゃうんで、実はあまりよくないです。これが転がり続けるので、この等速直線運動になると。で、これはまあ直感的に何が起こるかっていうのは皆さんすぐ分かってもらえると思うんですが、これを式で書いたのが一番上の m dv dt イコール0という式です。その m は今は絵で書いてるだけであんまり見えない。で、これを解こうというときに、つまりこれを積分すればいいんですが、まず両辺 m で割ることが、まあ、m は0じゃないと思っているので、m を
違う、M で割ることができて、そうすると DVDT イコール0という式が出てきます。で、これはどういう意味かというと、速度の時間に対する変化率が0、つまり速度が全く変化しないということを言っているので、何か最初に持ってた速度、これ別に本当は実は最初じゃなくてもどこの時間でもいいんですが、多分最初に持ってた速度を与えるのが物理的に便利なので、そういう与え方をします。で、この VT イコール DXDT と書いてありますが、まあ、何せこの速度が最初の速度 V0 と変わりませんよというグラフで言ったら真横の線ですね。で、真横の線というのは傾きが0なので、実際にこの上の微分方程式を満たしているということが分かります。で、もう一回これ、というのは V というのは位置の変化率であった、で、位置を求めたいと思うんだったら、この DXDT イコール V0 という式を積分することができます。で、今度はちょっとややこしくなりますが、とりあえず積分するときに1回係数が出てくるというのは上と同じなんですが、この V0 の部分がある、 V0 というのは傾き一定の直線、V0 が定数だと思っているので傾き一定の直線が出てきます。で、それを適用したのがこの見えない V0×t というやつです。で、これはどういうことを言っているかというと、 XT が最初は X0 にありましたと。最初の速度が0だったとしたら動かないので X0 のまま、で、最初の速度を持っていたとしたら、まあ、とりあえず摩擦がなかったものとして最初の値の V0 で横に動いていきますというのが、この XT イコール V0t たす X0 という、簡易の意味です。で、ここで X0 と V0 っていう最初の位置と最初の速度を与えると解が唯一に決まるということが分かりました。これはまあちゃんと解いてるので、これは1位にこうなるということが分かると。で、この初期条件とよく読みますが、これが2つというのは結構本質的で、というのは運動方程式というのは1番目見てもらえば分かる通り D 次乗、まあ、D 次乗 XDT 次乗に対する式になっていて、ここ2回の微分があります。で、これを X に戻すのに2回積分しなきゃいけないというのが分かるので、1回につき1個の積分定数が出てくる。で、これ物理では初期条件で与えることが多いという意味で初期条件と呼びますが、まあ、2個何か定数が出てくるということを分かってもらえばいいと思います。で、もうちょっと気の利いた問題、これは自由落下あるいは等加速度運動というですね、これはここにボールを手を離したら落ちるという運動を表します。あるいはこれを上に投げてもやっぱり落ちてくるというのも等加速度運動です。で、今度は式は M×DVDT、まあ、これは運動方程式の左辺ですね。で、右辺は重力がかかっていて、これはこれマイナスは単に座標の軸をこう取ったからという意味で別にそんなに意味はないですが、とりあえず質量×重力加速度という式で書けます。で、これが重力、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれない、地表ではだいたい重力の加速度が一定なのでこう書けるという意味ですね。で、これを解こうというときに、まあ、やっぱり両辺に M が出てきているので M で割るということをします。で、 M で割るということをしますが、実はここで両辺同じ M が出てきているのは全然自明なことではなくて、これは物理的な等価原理で呼ばれることを表しています。で、すいません。で、両辺 M で割って積分するといったときに DVDT が -G ということになっているので、これはやはり傾き一定の直線で、それを積分したものが最初の持っている速度 V0 と -GT というこの2つの項、これはさっきのこの DXDT が V0 だったのを積分したら、何か定数 と、この定数に、元々の定数に時間をかけたものが出てきたのと全く同じことをしています。で、そこまではよくて、でもう一回積分すると、まあ、この V、何か定数が出てくるのは積分するの領域で、V0 の部分は定数傾き一定なので、V0T というものが出てくる。で、ここまではいい。というより、むしろここだけ見ると、さっきの等速直線運動と同じことをやっていました。で、今回違うのはマイナス GT というのが速度に入っているので、これを1回積分しなきゃいけない。で、これ関数の、線形関数、線形関数の積分なので二次関数が出てくるというのは、こちらこれを見越して逆に言ってしまった、こういう絵を描いてるんですが、二次関数を微分すると一次関数になります。ということは一次関数を積分すると二次関数になる、ということで X の時間変化、つまり位置の時間変化はこういう形で書けます。例えば X0 はまあここだとして、 V0 を与えなかったら、この落ちている位置はマイナス2分の 1GT 事情で与えられていると。だから上向きに V0 というのを与えると、基本的には V0T で上に上がっていこうとしてるんだけど、このマイナス2分の 1GT 事情があるから下に落ちてくるということになっています。で、ここまではかなり簡単な例で、これもうちょっとさっきのよりもう少し進んで気の利いた問題で、単振動と呼ばれる現象があります。で、単振動のモデルとしてよく使われるのは、これ何か支点をバネ持ってきてないけど、バネにつないだときにバネが伸びると戻そうとする、バネが縮むとそれはそれで戻そうとするというのが一番上の単振動の運動方程式です。これはフックの法則とか呼ばれます。で、これちょっと複雑に見えますが、これ π はよく知られていて、ω、両辺 m で割ってこの k 分の m のルートを取ったものを ω と、まあ、ω というのは各振動数といいますか、今回は別に簡単のためにこう置いたと思ってもらっていいです。
で、これを解くと、例えば A かける cos オメガ t たす B sin オメガ t で、これ A と B のなんか好きな定数、あるいは積分定数ですが、というのがこの式を満たすということが分かります。なので最初に条件を与えて、この A と B を決めてやると、なんか運動が決まるということになる。あるいはこれ、こう書かなくてもよくて、三角関数の合成を使うと、何か定数かける cos の中にオメガ t と、なんかその中にこれは位相と言いますが、振幅と位相という形でも表すことができる。で、どっちでも共通しているのは、まあ、コサイン、サインが出てくるということ以上、コサイン、サインは大丈夫ですかね。多分、先週フーリエ変換とか、先ですか。で、このどっちでも定数が2つ出てくるということが、やっぱり運動方程式か2回目の微分方程式だということを表しています。で、これも飛ばそうと思ったんですが、ちょっとこう主催者からのリクエストに、こういう位置を使って話すということを言われたので、設計の位置を使って、それでもちろん。物理とかやってると、この単振動はまあ見た瞬間に答えこれだろうというのを覚えるぐらい見慣れるので、やる必要はないじゃないんですが、そうじゃない人からしたらなんでこんなことを思いつくのかというのがわからないと思うんで、で DXDT と DVDT の式で書き直すことができるというのを、最初運動方程式を出した時に言いました。ここまではいいですかね。で DXDT というのはつまり速度の定義なので、右辺を X の V に何か行列を書いてある時には、 X にかかるものが0、 V にかかるものが1というのを与えると DXDT が V ということが書けます。でさっきオメガというのを出しましたが、今回簡単のためにオメガを1とします。まあ次元が物理としては気になりますが、オメガを1と置いたモデルを使って適当に無次元化したと物理のことが気になるとは思ってください。で DVDT がマイナス X で当てる、だから K と M を1と思ってもらえばいいんですね、この場合で。これは D 次乗 XDT 次乗だったけど、実は DVDT なので、 DVDT がマイナス X ですよということを行列で表すと、この下の行のようにマイナス1、0、下の行列、列、こっちは、行だ、行列になる、マイナス1、0になります。で、これを解けばいいということが分かります。で、これを解くときに言ったときに、どうして行列したかというと、実はさっき佐野さんがやってくれた対角化という技術が使えます。で、これ、まあ、このぐらいの行列だったら手を動かしてみると、大体見ればどういうこういうベクトル、こういう違いかが分かって、重要なところが見えていない。これルート2をつけているのはちょっと気分で、まあ、いわゆる比較化をしたかったからつけただけですが、1と i に対して固有値が i で、こっちは1とマイナス i に対して固有値がマイナス i というのが得られます。で、ここでちょっと皆さん言うかしのかもしれないのは、なんで虚数がいきなり出てきたんだということは気になるかもしれませんが、とりあえずこのなんでという物理的な理由はこれが振動だからということでいいと思いますが、まあ、とりあえず実数係数の行列でもこういう固有値を求めると虚数が出てくることはいくらでもありますよというのはちょっと重要なリマークかもしれません。で、これを使って対角化すると言ったときに、対角化のことはそんなにはやらなかったんだよね、多分ね。で、対角化すると、と言っても、まあ、これを使って対角化してもいいし、あるいは対角化の仕方があんまり分かんない人は、もう天下り的にこういうものに対する微分方程式を書いてみましょうと思ってもらうだけでも、まあ、これが成り立つことは成り立つので、まあ、別に良いです。で、1つ目は x たす v に i をかけたものという変数。で、もう1つは x から、i に v をかけたものを引く変数で、この2つの変数にすると、ここにも出てきてる、ここにも出てきてる。で、この時間微分が実は対角行列でかけるということが分かります。片方が固有値 i、 もう片方が別の固有値マイナス i で、そうすると何がありがたいかというと、まあ、いや、ありがたいかというと、これ上と下の式が全然独立なものになっています。この x たす iv というものを時間で微分すると、それに i がかかると。で、このこっちの x 引く iv というものを時間で微分すると、マイナス i がかかると。で、こういうのは、まあ、それこそよく知られた常微分方程式で、同じものに何かかかったものが出てくるときは、その解は指数関数になるということが知られています。指数関数に何か定数として、オーバーオールにかかった、全体に何か定数がかかったものになります。で、ここで注意として、左辺が x と v っていうのはもともと実数だったんだけれども、今複素数を入れてしまったので、この a と b というの、左側の積分定数 a というのと、右側の積分定数 b というのは、これは複素数係数に今なっています。で、やっぱりこの、もともと実数で書けてるような問題を解いてるんだけど、なんだこれ。まあいいよ。実数の x と v を考えていたので、複素数になってしまったというのが、ちょっとびっくりするところかもしれませんが、答えとして、これ2つ足すと XT、2分の1にするのを忘れたので、まあいいとして、はい、まあ何か、エクスポネンシャルの肩に IT が乗ったものと、肩にマイナス IT が乗ったものが出てくるということが分かります。だけど、X っていうのはものの位置なので、これは複素数であってもらっては、まあ困るっちゃ困るので、実数だけ取りましょうと。それでも元の微分方程式を満たすことが分かります。
でそうすると命令タグ、ちょっとごちゃごちゃ組み合わせる必要がありますが、ここら辺はオイラーの公式とかいうのを使ってバラすことができると思ってもらえば簡単で、結局コサインに何か定数を書いたものとサインに何か定数を書いたものというのが得られます。でこれで命令タグ、先ほどの単振動の式の解が得られました。でまあここで面白いのは、はい、実数の物理的な問題として微分方程式を解いていたのに、まあ、一個複素数が出てきたと。でこの行列、まあ、線形変換ですね、の知識を使うと固有値を使って結構簡単に問題を解くことができると、まあ、これが結構というか、あと言いますか、この手の線形なと呼ばれる、あとで説明しますが、微分方程式に対してはこの線形代数の技術は非常にロバストに使えて、これ線形問題は非常に簡単に解けます。でまあここまでだったら物理の問題を解けたし、微分方程式は解けたし、なんか行列も複素数も出てきて綺麗だし、まあ、主催者がその2回目のクリアできてよかったです意外と世の中というか物理はうまくいっていなくて、こういう簡単な、まあ、こういう簡単な問題は手で解けるんだけれども、難しい問題になると全く手では解けないということになります。例えばよく知られている問題として、やはりタンフリコという現象があります。タンフリコというのはこういうものになんか紐をくっつけてブラーンとぶら下げるような運動で、これ実はこの揺れが小さい時にはここのプレ角の式が単振動と全く同じ式になって簡単なんですが、一般の場合はこういう式を満たします。でこれまあ左辺が、まあ、シータっていう、シータ角度だからシータと持ってきたらそれ X でもいいんですが、シータの2回理論が、三角関数になっていることで、まあなんか簡単だから解けそうじゃないと思うけれども、実はこれは全然解けないということになっていて、まあこんな、しかもこれ別に物理的に非常にまともなセッティングだということは皆さん分かってもらえると思いますが、こんなまともな現象のこんな簡単そうな式すら人間の手では解けないんだなということが、はい、分かってがっかりするんですが、なんでそんなことになっているかというからくりが、線形非線形ということですね。微分方程式をいくつか分類することができて、これ別にユニークだとは思いませんが、例えば未知関数として XI というのを考えてきて、今までは1変数のものを考えてきてましたが、例えばこのボールを向こうに投げるということ、まあ投げると危ないになりませんが真横に関してはこんな力がかかんないので等速直線運動になりますが、下に方向に関しては重力で引かれていくので等加速度運動になります。でそういう問題っていうのは、独立変数は時間1個だけなんだけど、未知関数というのは横方向と縦方向で2つある。でこういう問題はよくあるんだけれども、まあ別に変数が連立、違う、独立変数が増え、違う、独立変数が1個だったら変数が2つになって、未知関数が2つになっても別にそんなに困りませんというのと関係して、1回微分方程式、2回微分方程式という、例えば運動方程式だったら1の2回微分が出てきたんですが、これも別に何回出てきても物理として困ることは、実は物理のモデルであんまり高い微分が出てくると困るということはあるんですが、別に解くだけだったらさっきやったみたいに、まあ、いいよ、速度っていうのを新しい変数だと思ってやると全部1回の微分にして代わりに連立方程式にするという手が使えて、まあ、こういうのは別にそんなに困りません。むしろその方が便利なことも多いと。で厄介なのは、線形非線形というやつですね。今までの問題はこれを除いて、この単振動だったら左辺は X というのに何か定数がかかっていた。でこの辺は定数と、まあ、0も定数だと思えば0定数、定数か X に1次というのしか出てこなかったので、こういう問題は非常に簡単なわけです。まあ、これは多分直感的には重ね合わせの原理というのが成り立つからと思ってもらっていいと思いますが、まあ、バラバラな問題にバラして一個一個行列で解くみたいなことができるので全然困らないんですが、はい、例えば非線形項としてこの未知関数が2乗ぐらいだったら何となるかもしれないけど、2乗とか x×dxt とかこういうのがかかってきた瞬間に線形代数の非常にロバストな手法があんまり使えなくなります。あんまりって言ってるのは、まあ、うまいことを使える形に持っていくことができる場合はあるんですが、基本的にはそういう一般論はないと。でこのさっき出したサインシータというのは、テーラー展開を知っている人は分かるかもしれませんが、シータ引く6分のシータ3乗足す120分のシータ5乗とかそういうことになっているので、まあ、バリバリの非線形関数にシータが大きいときはなっていきます。でそういう問題は普通の線形の微分方程式とは違って、まあ、まともに解ける手法というのはそんなにはないと。であと上微分、辺微分というのもあるんですが、辺微分になるともっとややこしくなるんですが、これは今回は話さないことにしました。でまあでも例えば単振り子だったらば別に解がないじゃないんだけれども、このぐらいの問題が解けないと困るよねというので、どうしたらいいかというと、基本的に数値計算して解くということをやります。これがプログラマーとの絡みで話そうかと思ってるんですが、あんまり長くは話しません。でコンピューター上で何かをシミュレーションするときにややこしいのは、 X っていうのは時間の連続な関数として始めたんですが、コンピューター上で連続のものを本当に連続に表すのは多分無理、多分今のところの人間の技術が無理なのか原理的に無理なのか僕は知らないですが、とりあえずそういう証拠は多分ないと。
でそういう時にどうしようかというので微分の定義に戻ってみましょうと。 dxdt、2回じゃなくて1回の微分で書きましたが、これはデルタ x をデルタ t で割ったもの、だから x のちょっと時間がちょっと進んだ時に位置がどんぐらい変わるかというものを非常に細かく見ていった時に dxdt になると。でデルタ x というのは、例えば今の時間での位置から逆だ、今の時間の位置をちょっとした先に進んだ時間の位置から引いたもの、でこれがデルタ X の定義なので、なのでこういう発想で微分方程式を解いていこうということをよくやります。でこれが離散化差分化と呼ばれる手法で、この DXDT イコール F みたいな式があったと、これは別に運動方程式じゃなくて一般の常微分方程式のつもりで書いています。でこれはまあ大体デルタ X をデルタ T で割ったら F ですよということを言っていることになっていると。でこれはもうちょっと気の利いた言葉で言うとテーラー展開という言葉を使った方がいいかもしれませんが、ちょっと時間が進んだ、この x の下に i と書いてある、今回は、変数の数ではなくてどの時間でのものかというのを略して書いていますが、ちょっと時間が進んだ時に今の位置からこの右辺でかかっている力みたいなもの、力じゃないんだろう、これは何か量微分方程式の右辺にこの時間、短い時間デルタ t をかけたぐらい進んでいるとしましょうと。でこういうことをやると、そうか、勝手に x と t を、まあいいや、で時間が進んだ時に本当は x っていうのは連続関数なので青い線みたいに滑らかに動いてくれるというのが、まあ物理だったら物理的な解だし、もともとの微分方程式に対する解なんですが、そうじゃなくて解けないからしょうがないから時間をちょっとずつ分けていきましょうということをすると、こういうこの時間ではここでありました、で次の時間ではこの時の f に時間幅をかけてここに行きましたというのを繰り返して、近似的な解、あるいはこれを数値解という意味で、数値的にいつか厳密解に行くという意味で厳密解という流儀もありますが、まあ、これはどう読むかは好きにしてもらえばいいです。で、まあ、普通のコンピューター使っていると桁数が有限なので、実は時間的には無限に小さくしても元の解に戻るとは保証されてないのが悩みどころだったりするんですが、とにかくこの発想としては時間刻みをめちゃくちゃ細かくしていけば元の解に近いものが得られるでしょうというのを考えて皆さん計算しているというのが最初に出したシミュレーションです。あれはですね、非線形、連立、2回の辺微分方程式とか、そういう、まあ、非常にややこしそうな辺、多分あれは100変数近くあるんだと思うんですけど、そういうのを解いていると。100変数っていうのはちょっと言い過ぎか、30ぐらいかな、多分。で、そういうことをやって、最初のムービーとかをかけるわけですが、でも基本的には発想はこれと同じことをやってます。で、これと同じことをやってると言っても、まあ、考えることは本当はたくさんあって、例えば、今は、そうか、ここ説明しなかったな。オーダーのデルタ t 事情って、まあ、多分これデルタ t 事情に何か定数倍かけたぐらいで抑えられるぐらいの誤差ですよということを言ってますが、これデルタ t 事情じゃなくてもっとデルタ t の3乗4乗みたいな速さで誤差が減っていくように差分化を工夫したりすることがあります。これはまあ例えば中点法とか一番有名なのは多分ルンデクッタですね、この手のものでは。で他にもエネルギーとかは物理の範囲では保存するんですが、まあ、それこういう運動方程式を何も考えないで解いているとエネルギーが保存しなくなっちゃうことは、まあ、数値誤差のせい、数値誤差というか誤差のせいでよくあると。でもそうじゃなくてエネルギーで保存してほしいからエネルギーが保存するような形でちょっとテーラー展開の仕方を工夫してやりましょうみたいなことをしたりすることもあります。これは多分僕は詳しくないんですが、運動方程式の場合だったらシンプレクティック積みたいなものを使うんですよね、きっとハミルトン系といった方がいいか。でこの差分化の仕方だけじゃなくて構造の信頼性や速度っていうものを、まあ、でかい計算をやるようになってくると重要になります。特に K みたいなコンピューターは世界日本に1台しかないので、ああいうのを非効率的なコードで計算させることはできないので、まず信頼できるコードを作りましょう。例えば解を知っている問題がちゃんと解けるかということをやってすると、で実はここで僕が普段やってるようなシミュレーションではブラックホールの表面でちゃんとガウスボンネの定理が満たされてるかみたいなことを使ったりします。でもう一個はどこで先生、もう一個じゃない、書いてない、これは時間自体が小さくした時にちゃんと解が正しいものに近づいていってるように見えるか、あるいはちゃんと近づいているかというのを知ってる問題を解いたり、そうじゃなくても時間刻みを変えて計算したりして収束性を確認するということをやったり、であと最近、まあ、最近というか多分ここ10年ぐらいそうなんでしょうが、重要なのは並列計算の技術が非常に重要になってきているので、この辺は多分物理の人はそんなに数値計算というかプログラミングに詳しくないので、むしろ何かビジネスチャンスがあるのではないかという気もせんではないですね。はい、以上です。すみません、ちょっといいですか。はい。微分方程式とそれがもし積分系に付着できたらどう使うことかもっていうのがあるんですか。問題に例えば、まあ、常微分方程式時間発展みたいな常微分方程式だったら、まあ、普通に差分するのが多いですが、例えば変微分方程式ものによってはグリーン関数法みたいな形で積分にしたりしますので、そういうものの方が便利なこともあります。で
どっちを使うことが多いかと言われると、それはちょっとケースバイケースと言わざる。例えば、ちょっと話が変わりましたが、変数、違う、偏微分方程式で問題によっては、こういう差分じゃなくて、フーリエ展開してその係数だけ解くみたいなことをしたりすると。そういうのもあって、もう差分化だけじゃなくて、いろいろなオプションが出てくるので、その中のオプションの一つとして積分系に書くというのもあります。まあ、それは非常にケースバイケースです。はい、ちょっと早かったかもしれない。早くないか。あ、大丈夫。はい、もう頭に。じゃあ終わりです。はい、ありがとうございます。してくれ、読まなくても。読んだ方がいいですか。微分方程式っていうのは、物理でいうと物事の連続的な変化、例えば物の位置の変化とかを表す式でした。でこれを解いて未知関数だったものをあらわに求めてやりたいということが物理のモチベーションの一つですが、こういうのができるのは、こういうのが簡単にできるのは線形の微分方程式ぐらいで、非線形とかになるととても手で解けないので数式計算を使うということがよくやられています。じゃあ以上です。ありがとうございます。質問がなければ終わっていいんだろうけど、はい、じゃあありがとうございました。あ、あります。はい、あんまり線形じゃないっていう表現が出てきたんですけど、なんか方程式ごとに線形度合いみたいなのって書かれるようにするんですか。だから例えば地上ぐらいだったら、あんまり線形じゃないって言ったのは線形の問題に帰着できるような形になっているかという意味で、別にそんなに深く例えば同時形に持っていけるとかそういうことを考えているだけですが、まあ、それはそれとして右辺に x 事情が出てるぐらいだったらあんまり非線形じゃないけど、例えばエクスポネンシャルとかが出てくると、これはテイラー展開すると無限まで含んでるからめちゃめちゃ非線形だみたいな考え方をしたりすることは例えばこれはフーリエ変換みたいなものを使うときには結構クリティカルな問題になります。僕はないと思いますね。ただ物理の発展という意味では手で解けるものをベースに議論を進めていくことが多いので、例えば単振動っていうのはもう最先端の物理でもベースになっているようなものなので、手で解ける物理の方向へ進んで物理が進んでいるということはあるんじゃないかと僕は思っています。はい、じゃあ先生、はい、最近ちょっと非線形の物理学に興味があって、はい、ちょっと学び始めてるんですけど、そのいわゆる定量的な解析じゃなくて定性的にどういう性質を持ってるかっていうのを多分見るのがカオス。ああ、そうですね。まあ、はい、その不指数とかああいうやつですかね、はい、例えばカオスだったら、はい、そういうのはその K とかスーパーコンみたいなんで定性的な性質っていうのを調べようっていう試みある。僕はあまり聞いたことはないですが、まあ、カオスになるような系のシミュレーションは行われていることは言えますね。例えば重力たらい系みたいなものは、例えば点が質点が3つあったらそれはもうカオスになるということはあるので、そういうのは行われていますが、そこからなんかカオスに関するなんか特徴的な例を引き出すという研究があるかどうかというのはちょっと僕は知らないです。まあ、ないことはないんだろうと思いますが、経営では聞いたことがないです。はい、はい、どうですか。はい、じゃあありがとうございました。では以上で全ての発表が終わりましたので、まあ今回もこう会場だいぶ熱い感じになってますが、はい、面白い発表が多かったんじゃないかと思います。じゃあ改めてちょっと発表の皆さんと、あと毎回あの手伝ってくださるスタッフの方もまあいるんで、ちょっと改めてちょっとご起立いただいて拍手いただければと思います。じゃあどうもお疲れ様でした。じゃあぜひあのアンケートにご回答いただいて、あのスタッフのものが多分入り口付近だと思うので、渡して帰っていただけると幸いです。ゴールデンはぜひ持ち帰ってあの使ってください。ではまた次回お会いしましょう。お疲れ様です。あ、なんでよかったですか。